ははい皆さんこんこにちはジョーです今日はですね月の株式マーケットなんですけれども、えー、大きく、えー、仮想通貨のマーケットも含め上昇をしておりますとでこの背景として後ほど詳しく見てはいくんですが、えー、f e トの関係者からですねもうそんなに大きな利上げは必要なくて今ぐらいの水準で、えー、大きな、まあ、ハードランニングへのリスクみたいなものは抑えられるんじゃないかと、まあ、つまりソフトランニングで終えられる可能性が、まあ、十分にあるんじゃないかというような発言が 出てきてきいるんですよねあとやっぱり来週 PC4MC そして雇用統計の発表があるということで今取っているポジションを少し小さくするっていうような動きもですねマーケットでは出ているんではないかなというふうに思っています。であとはちょっとこう気になるのがこのヒートマップで真ん中にヘルスケアのセクターが赤くなってますよね。でこれは、まあ、もちろんヘルスケア関関係係といいううかそういった医療費関係の もろもろのニュースとかっていうのもあると思うんですけれどもやっぱりここ最近非常にこの医療関係ファーマ関係の株式っていうのが結構調整をされ始めていると後ほど一応個別銘柄も見ていきたいと思うんですが、まあ、やはり少し割安になっているテック銘柄へのリバランシングみたいなところも、まあ、一部やっぱり入ってきているんではないかなというふうに僕は思っていますと。でこれといいううのののはももすごく大きな資金のシフトというよりり、まあ、やっぱ徐徐々に徐々にに こういった動きがまあ時間おごとになっていくんじゃないかなというもので、まものすごく大きな今シフトが起きているってよりも、ま毎月毎月いろんな FOMC ですとか各データを見ながらポジションの調整というところが進んでいくのではないかなという,ふうに僕は思っています。で今日はですね、先ほど申し上げた Fed の関係者のコメントというところに加えて、ECB の方からまあ European c e n t ヨーロッパの中央銀行ですねの方から。 今後のインフレの見通しに対して、まあ、ネガティブな発言とかっていうのも一部出ているのでそういったところを中心に皆さんにご紹介をしていきたいなというふうに思っていますはいで本題に入っていく前なんですがこのチャンネルは f x g t のもスポンサーでお送りをしております f x g t はですね今現在、えー、入会キャンペーンというのをやっておりまして入会するだけで1万2000分のですね 入金ボーナスというものをですね10万円上限で行っているので、まあ、10万円入金すれば10万円分のクレジットがもらえるとなのでまあこういったキャンペーンをですねぜひご利用いただいてこの大きくまたボラティティが出てきたタイミングでリスク管理というのをしていただけるといいんじゃないかなというふうに思っています。 はい、ということでスヌフォ見ていきましょう。えー、まずはダウが現在プラスの零点七一パーセント、S&P がプラスの一点六四パーセント、ナスダックがプラスの二点四三パーセント、ラスティ二千がプラスの一点一パーセントとなっております。まあこのあたりを見てもテック主導の上昇というところが非常に注目のポイントにはなっているかなと思います。はいで、米国の十年債の金利なんですが現在八ベース上昇していて、三点四八パーセントまで今上昇してますね。で、このドルの金利の上昇を まあ受けで,ですね現在今円安の方向に向かっていて129.50というところまでまた戻してきているような状況となっておりますでえっと原油関係の数値なんですがまた上昇しておりまして81.40というところまでまた上がってきておりますでまずチャートちょっと見ていきたいと思うんですが今日はですね10年債の金利そして2年債の金利ともに上がっているとでこれは さっきも申し上げた通り、まり、あ、ここ最近の金利の低下というところをですね来週のイベントがたくさんある週の前に、まあ、ちょっと解消するというような動きに、まあ、今現在なっているんじゃないかなというふうに思うんですよね。でこれに加えてちょっと皆さんとまあ一緒に見ておきたいなという点がありましてさっきもちょっと申し上げた、えー、ファーマ系の医療系の株式が、まあ、ここ最近調整が出てきていると。やっっぱりちょっとこの 1>, 1年間見てもずっとやっぱり上がり続けてましたよね、まあ、こういった株っていうのはほとんど今セクターにそんなにあの、まあ、セクターじゃなくてあのマーケットにそんなにないと思うんですけれども、まあ、非常にパフォーマンスが悪かったこの1年間でこれだけの上昇を起こっていたということもあってまあ一旦ちょっとこの辺りのポジションを減らすというような動きも逆に出ているんじゃないかなというふうに思っています。 はい、でここから注目のニュース見ていきたいと思うんですがまずは今日なんといってもこの f e d のです、ねえっと、どこだったかな、はい、カンザス連銀の総裁のジョージさんという方がいらっしゃるんですがこの方がです、ね、今回こちらにもハイライトしていますとおり「Don't want to raise interest rate by so much」ということで「もうそんなに利上げを行いたくないですよと」と、まあ、これ以上そんなに金利を上げることがなければエコノミはです、ねまあ、経済は アボイドシャープダウンタウンということで、まあ、大きな原則というところを回避できますよというふうに言っています。言っています。でもう一つ下の方でハイライトを見ておきたいのが注目のポイントとしてはですね彼女はもう1月の31日2月の2日に行われる f ー m シニア一応参加しないんですよね。で彼女はもうリタイアをして新しい方がですね今回つく予定なんですけれども。 まだ誰が使う決まっていないので、公認の方によってはもっと多カ的に発言になる可能性も十分あるので、まあこのあたりは一つニュートラルには見ておきたいなというふうに思っています。ただし、これまでずっと多カ的な発言がですね続いていた FED の関係者のコメントではあったんですが、ここにきてハト派的な発言が相次ぐようになってきてますよね。で、これは確実にフォームシーの中での議論だったりとか、FED の中の 関係者のやっぱり考え方としてここ最近の CPI ですとかもろもろの物価上昇の減速っていうところがいろんな経済データによって見えてきているというところがこのように少し破党派的な発言をさせるような要因にはなってきているんじゃないかなというふうに思っています。でそんな中なんですが住宅もですね、まあ、引き続き販売件数っていうところが大きく下落をしております。で今のの水準というものはですね まあ結構あの歴史的に見ても非常に低い水準になってきておりまして2022年の通年に関しては前年1年比で約18%の減速となっておりまして年間としては14年以来2014年以来の数値になってきているということでやっぱりかなり売り上げの個数としては少ないと。たただしもう一個見ておきたいのが 一応まあ12月の中古住宅販売価格の中央値としては前年の同月比で2.3%の上昇になっているのでまだ前年の同月比と比べると少しえまあ価格としては上がっていますただしまあ物価の上昇率と比べるとかなり,やっぱり減速しているのでこの辺りはですねまあ中古住宅のえまあによる 物価上昇というのはかなり落ち着いいててきているというのもあるんじゃなないいかなとううふうに思っていますでヨーロッパの方で,です、ね、注目をしておきたいニュースは ECB の議長のラガルドさんというです、ね、この方がいらっしゃるんですが中国がです、ね、ゼロコロナの政策を終えましたよね。でそれによって中国での、まあ、いろんなその工場の生産とかが今後活発化してくることによって物の供給が増えて物価の下落圧力につながるんじゃないかというふうに言っていますと。でその一方で 物価の上昇圧力になるものもあってそれは何かっていうとまあ原油ですとか天然ガスへの需要がまあ非常に大きく進むことでエネルギーベースでの物価上昇が出てくる可能性が今年はあるとで、今の物価の減速の中心ってやっぱりエネルギー価格の減速じゃないですかやっぱり今サービスセクターとかっていうのを見てみてもまだまだ非常に高い物価上昇水準というのを維持しているのでこのニュースの見方としては やっぱり今,今年の後半エネルギーペースの物価上昇のまだ維持の可能性もやっぱり捨てきれないなというのはちょっと頭のの片隅には入れてておいてもいいいもかなと思いますただし今のマーケット環境というかですねマーケットの予想をちょっと見ていきたいと思うんですが日に日にですねこの年の後半に利下げを織り込む度合いっていうのがやっぱり強くなってきている印象があるというところに加えて。 今年のですね最高金利のピーク水準4.75から5%っていうところへの折り込みがすごく強くなってるんですよね。なのでまあ下がってくるかどうかっていうのは別としてもまあやっぱりもうある程度金利の上限っていうのが確定しているようにマーケットはもうすでに見ているというような状況になっています。でまあそんな中なんですが JP モルガンのストラテジストのコメントとしてこれ非常に面白いなというふうに思っていたんですけれども今マーケットは 悪いニュースにはですね、まあんまりそんなに反応しないというか、えー、悪いニュースもまあポジティブに捉えているような、えー、感じっていうのもまあ若干ありますよね。でまあそんな中なんですがこの悪いニュースが出ても、えー、上がるとか下がらないっていうような状況は、まあ、そんなに長く続かないんじゃないかというふうに言われています。つつまままりりり何を言っっててててるかというと、えー、今徐々に徐々々ににに業業績績相相場場移きおしその決算が悪く なるもっともっと今後の予測が悪化することによってダウンサイドを警戒しなければいけないような状況が近いうちに来るんじゃないかという,うに言われていますよね。でこれっていうのは直近のやっぱり銀行の決算を見ても分かると思うんですけれどもやっぱりまだ全体としてそんなに高決算の方向に向かっている感じはしないですし今貸し出しからの引き当金ですねつまり貸し,が貸したお金お金を貸した相手が返してくれないような ある程度の割合を見込む割合っていうのを今どん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 増やしていてそういったところを見てみてもやっぱり景気の原則っていうところを今後引き続き見ていかなきゃいけないっていうのもあると思いますなのでマーケットはそういった今後の見通しっていうのをより今よりも悪化してより織り込んでいくんじゃないかってことがこの記事の中では言われていますでもう一つ見ておきたいのが今ですねアメリカのアメリカに住んでいる人たちの中で 病院に行きたいんですけれども、病院に行くとやっぱりアメリカはですね非常にコストがかかるということで行きたいけどお金出費を避けるために行かないようにしてますっていう人の割合が今非常に増えてきているとでそういうふうに答えた人の数が2021年は26%だったんですが2022年の終わりのタイミングでは38%に増えてきているとつまりどん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 家計が苦しくなってきているっていうことですよね。 でこの38%トという数値なんですけれどもこの調査が始まったのが2001年からなんですが調査開始以来の最高水準になっているということで、えー、まあこういった数値を見てみるとやはり少しアメリカの景気の先行きっていうのが不安だなというふうに思われてもあ仕方ないかなというふうに思ったりはしますね。も、はい、もう一つつ見てておききたいののがグーグルにつきましても今回人 リストラを行うと。で、ちょっと前にもですね、アマゾンが1万8000人とか、もろもろ、マイクロソフトも1万人ぐらいですかね、リストラを行うというふうな発言が出ていましたけれども、やっぱり多くの企業が、リストラを今、今後、やっぱり来るべき、非常に悪い状況に対して、今、準備をしていくということで、リストラを行う Google なんですけれども、 これがさらにリストラが加速するのかどうかというところが今後、注目されるようなポイントにはなっているんじゃないかなというふうに思います、まあ今日のこのタイミングという観点でいうとグーグルは5.5%ぐらい株価を上げてはいるんですが、まあ、このリストラを交換してというよりもマーケットの動きというところを、まあ、なぞるように今、先行して買われているような状況なんじゃないかなというふうに思っていますほかの企業も含め結構ですねリストラを進めているところも出てきていますけれども ままだまだやっぱり業績が本当に今年どうなっていくのかっていうのがすごく不安視されている状況ではありますよね。で人によっては今の業績の予想が高すぎるっていう人もいたりとか今の業績が適正水準だっていう人もいて結構業績の予測に関しては結構バラバラになっていますと。ただしマクロの見方としてはもう今年のある程度後半の利下げっていうのが まあメインのシナリオになっているので、まあやっぱりダウンサイドに関しては、まあ一定程度限定的というふうに見ている人が多くなって、えー、ここ最近はやっぱり割安になっているようなテック関連の銘柄に、まあ資金が少しずつリバランス ing ンして入ってきているような動きが、まあもう少し続いてもおかしくないのかなというふうに思っています。で、来週 PC、えー、雇用統計そして FOMC がありますけれども、えー、前から言っている通り、パウエル議長に関しては、まあおそらくタカ派的な発言を継続的に。 してくると思うんですよねでもしそこで、えー、まあ予想外のコメントとかっていうのは出てこないと思うんですけれども、えー、まあ今まで通りの発言であったとするならば、えー、もう一段株価もしくはまあ他のリスクアセットも含めて上昇していく可能性も結構高いんじゃないかなというふうに思ってます。で今、えー、結構ゴールドの方に資金が流れていたりですとか仮想通貨もそうですしまあ、あとは株式のマーケットでいうとテック関連に資金が流れていたりとか、まあ、あとはさっきも言った通り ヘルスケアの資金方から資金が流れたりとかもしているので、まあ、この辺りのリバランシングっていうのはしばらく続いていきそうな、まあ、まあ相場があるんじゃないかなというふうに僕は思っています。あとは昨日ネットフリックスがですね大きく登録者を伸ばしていたりもしていて最悪期みたいなところをやっぱり出したのかなというような印象も持たせられるような、まあ、決算っていうのも一部出てきてはいるので、まあ、やっぱり。 一部の銘柄に関してはまあ見直しみたいなところが入る可能性があるのではないかなというふうにはもったりはしていますね。はい。まああとは結構やっぱり中国関連のまあニュースっていうのがここ最近非常に注目を集めていまして、まだまだ中国の方でまあコロナが流行っていることもあってですね、まああの工場の稼働がしないんじゃないかとか、まあズレ込むんじゃないかとかですね。まああとは中国と他国の関係性がまあコロナをめぐってまあ結構悪くなっていたりとか、まああとは。 脱ドルというところが非常に進んでいることで中国とアメリカの関係がまだまだ悪くなっていたりとかまた中国からそもそも例えばアップルとかは工場を移転してベトナムで製造を始めたりとかもしているので中国をめぐる関連ニュースっていうのは今年は非常に株式マーケットに大きな影響を与えるんではないかなというふうに思ったりはしています。そういううういい意味だととゼロコロコナっていうところを終えてもう一旦正常な 経済活動に対してです、ね、向かっていく中国というのは、まあ、今年結構注目をまた集めていて資金が流れてくるんではないかというふうには言われているんですね。はい、まあ、あの比較感でいうとどこのマーケットの株を買いたいかこれはまあ国によってもそうですし、まあ、あとセクターベースでもまあどこがまだマシなのかどこの方が割安なのかみたいな、えー、まあその比較感で今年はまあ投資をしていく年に なななるんじゃいいかなという,ふうに思ってますね、まあ、成長性がどこが高いかとか、まあ、そういったことよりも、まあ、どこが穴がない投資のセクターなのかどこの方が悪材料が少ないかとかです、ねまあ、そういったところが中心になるんじゃないかなというふうに思ってます、はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。